こんばんは、ブランコ映画ナイと申します。よろしくお願いします。あの、僕の前にちょっと3人の音圧だったんで、ちょっとハンデがすごいなと思いながらやってるんですけど、あとあの今日 の選曲がすごいあのディープなとこ行ってまして、僕がすごい浅い人間に思われるなと思ってすごい不安なんですけども、1個だけ言い訳しとくとですよ、先にね、あの2人組でやってまして、あの相方のおじいちゃんが亡くなったので、僕は今日1人でやってきました。普段あのハモリ専門でやってますんで、あの精一杯ちょっと頑張らせて やらせていただきますけども、あの雰囲気的に皆さん温かいんで大丈夫だなと思ってやらせて頑張らせていただきますので、よろしくお願いします。ブランコは言えない踊り疲れたディスコ界、これで青春も終わりかとつぶやいて、あなたの肩を眺めながら出せたかなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女や大阪の街様子で、大阪で生まれた女や世界だけよ追体感、踊り疲れたディスコ帰り、電信柱に染み付いてる。たどり着いたら一人の部屋、ただか電球をつけたけど、また消してあなたの顔を思い出しながら、終わりかなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女や子、大阪の街を出よう、大阪で生まれた女やけど、あなたについていこうと決めた。青春に心を震わせた部屋。僕は佐竹で生まれた男です。青春のかけらを置き忘れた街、青春のかけらを置き忘れた街、青春のかけらを置き忘れた街。ブランコ入れないです。よろしくお願いします。結構近めのライブハウスで、この感じでライブさせてもらってまして、
いつもフリースタイルでライブやらせてもらってるのは自由なんですけど、ちょっと今日昭和歌謡の縛りがあるので、あんまり自由に自分の歌つってもほぼパクリみたいな歌しかやってないんですけど、頑張らせていただこうかなと思っておりますけどもですね、普段ハモリ専門でやらせていただいてますんでですね、本当にね、本当なんですよ、ハモリには絶対の自信を持っているんですけどもですね、で、その相方のヒロ君がですね、歌詞カードを持っているので、今日ちょっと歌詞カードもない状態になってますけども、なんとか頑張っていこうかなと、思ってますんで、よろしくお願いしますね。じゃあ次の曲を。外ばかり見てるのね、超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる、やり場のない気持ちの扉破りたい、校舎の裏タバコをふかして、見つかれば逃げ場もない、しゃがんで固まり背を向けながら、心の一つの分かり合いで大人たちを睨む、そして仲間たちの今夜家での計画を立てる、とにかくもう学校に行くは帰りたくない、自分の存在が何なのかさえ分からず震えているの、自分からやる、わからぬまま暗い夜の止まりの中へ、体に縛られたくないと冷え込んだこの夜に自由になれた気がして、15の夜恋しくて夢見てる、あの子の家の横をさよならつぶやき走り抜ける、闇の中ポツンと光る自動販売機、100円玉で買えるぬくもり、安い缶コーヒー握りしめ、恋の結末もわからないな、あのこと俺は将来さ、ずっと夢に見てる、大人たちは心を捨てろ捨てろというが、俺は嫌なのさ、退屈な授業が俺たちの全てならば、なんてちっぽけで、なんて意味のない、なんて無力な、自分からやる、わからぬまま暗い夜の隣の中へ、もう燃えてはタバコを吹かし、星空を見つめながら自由を求め続けた、15の夜状態で頑張ってくださったんですけど、なんとか歌い切れそうです、進んだバイクで走り出す、行く先もわからぬまま暗い夜の止まりの中へ、ただ手を縛られたくないと逃げ込んだ
かして中華の夜何気に藤ヶ丘と大体温度がね、2温ぐらい違うんですよ。藤ヶ丘で寒いなっつって実家帰ったら氷点下行ってることがね、結構多々ありますし、そんな、あ、でもね、同じ愛知県ですから、一緒みたいなもんなんですけどね。イノシシ、あんまりいないですけどね、あんまりいないですよ。たまにいるぐらい、養老とかに比べたらね、全然イノシシもいないし、鹿もそんないないんですけど。アスケまで行くとね、結構いるんですけどね、イノシシトークでね、盛り上がることになって本当にありがとうございます。そんな感じでやらせてもらってましたけど、比較的ですね、相方のヒロク君がいるとわりかし何でもできるタイプの人間なんですけども、比較的一人だとちょっと今日も不安だなと思いながら、やってまして、昭和歌謡縛りではちょっとあるんですけどもですね、最後に一曲ですね、ちょっと今のこのノリと流れでアルマジロのちょっとテーマ曲だけちょっと即興で作って歌って、かっこ昭和歌謡っぽくちょっと作ってみようかなと思ってますんで、すいませんね、その方がね、歌詞がないから心を置きなく歌えるというところが、ありましてですね、次何かなと思いながらたまにするところがありますんでですね、じゃあアルマジロのテーマ曲勝手に作らせてもらいますんで、マルシーブランコは揺れないの方向性でお願いしてですね、お願いしたいなと。じゃあスラップします。紹介っぽいですか、大丈夫ですか。本郷駅から徒歩3分。音と人が集まる場所、ある場所。この素敵な場所に僕は今日初めて素敵な笑顔に出会いました。そりゃ出る前はさ不安だったよ。知らない場所、知らないところ、知らない人たちだけどさ、入り口入ってお酒飲みながらみんなの歌声を聞いていたら楽しい気持ちになれたんだよ。ALLO 僕らのアルマジロ上L-L-O アルマジロ昭和歌謡っぽく歌えてますでしょうか、ね、大丈夫ですね。今日はさ、僕の相方のひろきくんのおじいちゃんがさ、昨日亡くなってさ、なんだろうな、夜中の1時、明日どうすればいいの？電話してきたのさ、バカだな、当たり前だろ、おじいちゃん優先にして当たり前やろ、大丈夫。このステージは俺一人で乗り切るから
次2人でこのステージ立たせてください。よろしくお願いします。歌いましょうか。 AIMLO One more AIMLO My Alma JoeWe are Armashiro! ありがとうございました。ブラックホールナイトでした。ありがとうございました。